ずーん。日向せずーん。僕もせずーん。はい。ということで、ひなつさんね、本日誕生日ということで、誕生日おめでとうございます。はい。誕生日のひなつさんは、どうだったんでしょうか。はーい。まあ、パパパッとやるって感じで、いいということだったんで。はーい。じゃあ、やっていきましょう。誕生日当番。ちょっとにやけ、にやけてるんで、いつも俺。ね、キューピン切る。はい、初白切る。初切る。ペー切る。あ、ここで両ピンか。ちょいコンパクトにしていく。ヤンマンツも。まあ、ペー切る。まあ、ローピンとか切るのかね。あ、違うんだ。普通にペー切る。うん。見てみます。本当のマージャン教えてる。うん。まあ、M リーガーは、リャンマン切るね。では、まっすぐか。おほい。めっちゃ意外な。はいはい。まっすぐね、イーシャンテンドって。へぇ。絶対リャンマン切ると思ったわ。一日さんとドラとピンフと見て。普通に超まっすぐローピン切ってく。まあ、これだとね、ダイレクトでテンパイが全部リーノミになっちゃうからね。それ嫌うかなと思ったけど。普通にローピンか。36歳だけど36歳の誕生日めでたいですか。まあ、誕生日がめでたいとかもなんかなくなってきますよね、もうね。これなんだろう。ね、9万でもいいのかな。いや、9万切ると1、2、3、まあ、1、2、3はなくなってるもんな。なんか9万とか切るんじゃないかな。まあ、パーマンか。なんかコンパクトに打つなら、みたいな、はいの、あれが。まあ、リャンマンっすね。順目が深いから、リャンマンリャンマン来てる間にリーチ来たら嫌だから、9万9万もあるか。うん、まあ、リャンマンか9万切る。まあ、9万9万でしたね。あ、てか、単野悪い。9万しかねえわ。ごめん。だ、ローピンどこってリアンマン切った方がいいですか？ローピン。いや。ね、リーチドライチリーチする。はい。上がっていく。ローピンとこね。ちょ、自分だったらどうすんだろうな。皆さんどうします？ 6 巡目ドラも何もない。テンパってもリーのミグ系確定のイーシャンテン。で、まあ、なんかリアンマン切って下の3色とか。まあ、なんか、数万ドラとかね。まあ、とりあえず、まっすぐウーマンとか切っちゃうと、ドラが数万なんで、まあ、ウーマンはないかなって感じで。まあ、切るとしたら、まあ、いや、ウーマン切る。ローピン切る。まあまあまあ、普通に何も考えずローピン切りか。まあ、ローピンだと、何でリーチ打てるかってなってくるしね。今日7万負けたんです、パジャ。おい。最近のスロットは荒いからな。何打ったんですか。はい、ティールさんいらっしゃい。これむずいなぁ。ナーガとか何切るんですかね、これね。普通にローピン切るのかね。ドラも何にもない。イーシャンテンの価値がないからなまあまあまあ、そんなないって感じで、まあ。ローピンは一応まあ、2、3、4、6だから、まあ、ウーピン引いて3面ちゃんとか。むずいっすね。あ、ウーマンにする。ウーマン切って数万、でもなんか、ウーマン切って数万引いちゃってリャンマン切るか。まあ、イーシャンテンの価値をどう見るかっすよね。
まあ、むずいなりきりでしたね、これは。はーい。はい、とにかくシャーチャドラリアンソー。あ、そうか、そうか。今のはリーチドラ1だけど、リーチドラウラウラだったね、そういえばね。トップ目なっていく。で、うん、トップ目でこの手配か。まあ、普通にまっすぐ上がりに、ペイ切る。もうドラドラになったらもういけるわね。ドラ1だと、まあちょっと初から仕掛けるのかな、どうしようかなって、ちょっと、M リーガーなりそうだけど、まあこうなったらもうただ行くだけ、白切ってまっすぐ上がるだけ、シャーからかーい。まあ、白切りたいかな。第3弦とか見てんのかな、小3弦とか。はい、まあいいや。はい、とりあえずポンして、白切る。あ、チュンなんだ。まあ、ちょっと細かい切り順は違うけど。はい、9万切る。白切る。はい、まあ、これはまあ普通に行くだけなので、はい、ここでまあ、ぼちぼちシャンテン。はい、ローマン切る。うん、サクッとテンパイ。はい、いいっすね。はーい。まあ、いいね。これで、うん、でかいね。3000点追加。3万6000点。手配も悪くない。はい。シャンタケアまでするのかどうなのかよくわかんない。はい。言いそうかシャーか。まあ、なんかちゃんたなんてどうせならないしって言いそう切るのもあるし。はい、シャーから。うん、言いそう切って。これはまあ普通に行くかな。もうちゃんたはない。はい。うん。まあ、キューピン切ってまっすぐかな。ちょっとまあ変則だとまあ、ウーピン切ってとかのね。まあ、一数万、六九万、六九ピン、リアンウソーみたいに取れるけどね。なんか早いし。まあ、キューピン切ってまっすぐでいいと思います。ローピン引いてもこっちで受けれるからね。まあ、キューピンしか痛くないって感じで。あ、ウーピンか。うん、まあ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 。ね、まあ、まあ、ドラもないし、トップ目だし、コンパクトに。まあ、打牌の。はい、チーソー切る。あ、ウーピンなんだ。あ、ウーマンなんだ。まあ、チーソー切ったら形崩さずにね、ローマンとか引いたときに、リャンメンとか。まあ、一応、リャンメンのリャンシャンテンだもんね。ただ、まあ、基本的にはトップ目だし、行くことはないから、ど真ん中の牌から切ったっていう方針だったら、素晴らしいか。もうそれはウーマンのがね、二筋かかってるんで、チーソーは一つの筋しかかかってないから、どっちみちこれが全く行きないから、ウーマンから抜いたって感じで、いいんじゃないか、これめっちゃ。まあ普通はね、ウーマンもチーソーも別にまあ、上地もリーチ入ってもまあなんかそんな危険度変わんないしって思いそうだけど、確かにこれ、じゃあこれでローマンとか数万引いて、両面両面インシャンテンになったからって言って、別にキューピンとか押していきたくもないもんね。だからもう完全にもう真ん中の方から見ても完全崩しか。まあこれはちょっと上がりが見えんすからね。チーソーから、うん、まあまあ普通はチーソーから行くと思いますよ。うん、やっぱ普通にいけるんだよね、これ。チーソー切れば。まあ少なくとも数万ローマン引いた瞬間にもう後継インシャンテンだからね。うん。まあ、チーソー切って、まあ、まあ、その間にね、9ピンとかローピン通れば、回ってピンフとかいけるかもね。うん。テンパイする罪みたいなの、大井さんも言ってた。テンパイする罪。うん。まあ、それが本当にその理由かわかんないけどね。うん。なんか、まあ、そもそもが、ウーマンとチーソーがどんぐらい危険度変わるのっていう感じするし、まあ、まあ、普通はチーソーですよね、こんなもんね。うん。ね。で、まあ、結局は3万、3万、チーソー、パーマンで完全降りてくる。まあ、ここはとりあえずチーソーか3、まあ、どっちもいいか。ここはチーソー。うん。ここ小さなんだ。俺3万切るけど。この方針なら。うん。まあ一応完全ベタ売りだと、ハイの種類1種類でも増やしてね。
まあ、どうせ二軒日相手もまあ、一巡二巡耐えればすぐ安牌増えるから、まあ、一種類でも範囲の増やすって方が守備力が高いかなと思うけどね。まあ、ちょっとこのウーマンが下茶から出てるから、まあ、下茶に対しても3万の方が安全ではあるんだけど、うん。まあ、範囲の種類増やしといた方が、なんかいいかなという感じはしたが。で、まあ、置いていく。ヤンピンして。うん。はーい。うん、まあ感じも美味しく。うん。トーナス親ドラガーチューン。なんか漏れてきたな、これ。あー。むず。M リーグなら革作り E ピン9ピンありますね。てか違うか。一応これ1500でもいいのかも。E ピン9ピンしかないか。まあ一応皮ぼかせるのと、まあ両面ターツできたらこれで1500上がってね。1500の上がりが2300プラスだから4000点ぐらいになるしね。普通にローマンから両面できて1500でもいいと。まあ基本的にはまあでも染め、高打点見るんだけど、まあその間に、まあ両面できたらと、あと皮ぼかせるから、E ピン9ピンにしとこう。で、まあ、ソース全然引かずに、ウーマンとかチーマン引いたら、まっすぐ吐くのみも残したい。何シャーはやりすぎだな。うん。まあ、こういうのはもう E ピン9ピンしかないと思う。AI から何から。はい、E ピン9ピン切る。うん、E ピン切る。まあ、吐くポンして、ローアンか。あー、はいはいはい。まあ。一応、川作りも兼ねて、まあ一応、E ピン打ちたいかな。あとは、両面できたら普通に何射打っていくみたいな手順もちょっと残したい。フリーとかドローマン来てもいいですか？うん、俺もフリーとか切りますかね。もうなんか、やっぱ仕掛けも発生しやすいんで、後からローマン泣かれてもいいだしね。一旦 E ピン切りが良さそう。うん、やっぱ皮も弱くなっちゃうしね。本一って見られちゃうから。ま、なんか一旦一ピン切って、そもそもやっぱウーマンチーマン引いてまっすぐ上がりでもいつからね、4000点の加点でかいからね。38,500ぐらいになるでしょ。うん。で、まあ、そもそも別にそう思ってローマンずっと置いとくわけじゃないから。まあ、なんか一瞬だけ置いてみるかも。俺は置きたいな。こうなっちゃうと完全にやっぱり本一になっちゃって、他の人ももう、まあ、結果変わらずか。まあ、これベタ折りしていく。なんこれ。パーソー、な、はい、ベタ折り。ローソチー。ちょっと待って。うん、ベタ折りしていった。はい、ベタ折りしていったからいいか。ローソチーか。ああ、ローソチ確かにしそうだな。ああ、リーチ入ってるやん。しなくていいと思います。しなくていいと。うん。ベタ折りで。もう、ソーズがなんか赤嘘あるだけでも折り切れそうだし。ベタ折りしよう。なんかなってる。見ないとダメか。まあ降りてるか。これイーシャンテンだけど、こっから？ん？ちょっと待って。なんか、頭降りてるんですね、普通に。普通に降りてる。普通に降りてるけど、なんか形が整って、なんかウーマンチーマンとかなんかなってしまってる。で？ただまあ基本はもうベタ降りしてる。でまあ想像もね、トイメンとかカミチャ、ニケニチャ相手もまああるし、と思ったらなんかローマ引いてきた。お前で、まあ、現物酸素ってことかな。で、ここでリーチ入った。チーはせずか。え、チーめっちゃおもろいな。上がれたらめちゃくそでけえやん、これ。4300。で、まあ、変なもん引いたらもう、想像上来て降りる。めっちゃおもろいやん。
その方がいいんちゃう？上がれた時がやばすぎるな、これ。供託4300。うん、とりあえずチーしてリアンソーだな。うん。もうリアンソーで振ったらもうそれ笑うわ。うん。で、まあ降りようと思ったら想像高め全部切れるもんね。チーだな。うん、リアンソーで振ってもいいっても事故でいいわ、もう。うん。上がれた時マジででかいな、これな。まあいいか。で、ここではローソー現物抜いた。トイメンが。E ピンとか積もってないかな。あ、E ピン全山！おい！どうなるんだろう。あ、E ピンだ！あ、これは何？チーしたら、おい？この人の積もこっちで、この人の積もこっちで、おい？あれ？積もってた。即で積もっていく。めっちゃかっこいい上がりしていく。チーして自順積もう。E ピン積もう。でっか！まあ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 いいや。いや、でっかい上がりになってたな、これチーしたらな。結局、本田さんがトップになるんだっけ？そっか。これで流れ変わってたな、多分。これ積もられたら、もう4万点いってるから。でも本田さんのトップなかったな、これ。次のツモから、あ、次のツモから、あの、ハイの積まれ方も変わるしな。リアンソーは取ってないけど。うん。取ってないでバー見たらわかるよ。リアンソーないやんけ、1枚に。さあ、まあ、3層3枚見えとか。まあ、そもそも下茶に管理はそうないし。ほんで、E ピン通ったやつ切る。で、この後でチーが発生してた。ん？なんかチーしてたよね。ああ、でもいいっすね。想像高め切れるから。なんか高宮さんもこんな仕掛けしてたもんね、さっきね。まあ、これもさっき似てるか、さっきの動画に。これもこれで、まあ、パーソー9層切り終わったら、まあ、厳しくなるかもしれんけど。まあまあ。はい。いや、いいんだけど。いや、こんなんやるつもりやったら、EP に上がってるやろ、この人は。うん。まあ、ただ、チーマン出てるか、チーマン通る。でも、これって結局、チーマン切ってリアンソーもいける。いや、ま、なんかちょっと、なんか、うんってなりますよね、これね。うん。うん。別に、リアンソーが危険杯と思って止めてるわけじゃないですもんね。まあ、いざとなったら、リアンソーも来て K 点取るみたいな構えですもんね、これね。そうやな。まあ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 。いや、K 点がでかいけど、なんなら E ピン短期だったら上がれ、まあ、実際上がれてたし、やっぱリアンソー別に切るっていうつもりだったらやっぱリアンソー切ってほしかったっすね、あれね。これは上がりないですもんね。まあ K 点でかいけど。まあ上がりはもうちょっと順目が深すぎてもうないから、やっぱ E ピン短期だったらね、まあ一応危険牌引くまでいけるんでね。想像はまあ切れるから、想像以外の牌引くまで、テンパいけるんでね。うん。うん。まあ。いや、マジで E ピン短期あったな。E ピン短期数マジであったな、これ。どうなんだろう。これ別に俺だから泣いてるわけちゃうよな。M リーガーでも結構泣くんちゃう、これ。多分、男子のなんか、辛い人だったら、辛いというかなんか、いや、とりあえず泣くだろうな。うん、泣きそうやな。うん、男泣きそうやな。はい。で、これでまあ一応連チャンはした。供託4600点。数万値以上。供託でかすぎ。数万値、鉄値以上。
すまん、ち、出ないか。何してんねん。なんでこんなとこで世界狭めとんの、これ。いや、シャーしかねえわ、こんなもん。いや、マジで数万チーの種だからな、このディアンピンは。数万引いた時も単用の種だし。やっぱ数万チーとか数万匹からのがむしゃら単用が見えてないって感じですよね。ローピン、まあ、シャキル。いいマイラ。本田さんといいなってたの。やばい。ローピン切って、E ピンチって言おうとしたら E ピンがなくなってた。うん、ローマン切って。何してんの？壊れた。1枚今ポンされたし。何してんのマジで。供託4600点で。ローマンしかないよ、この。いや、まだ、100歩譲ってローソーとかだったらね。じゃあ、まぁ、ちょっと、とミスったかも。あ、パーソーを自分で切ってるってこと？いや、ローマしかねえって。もう終わりだ。うん。じゃあ今、ローソーってパーソーをちょっと見落としたから、まあ、パーソーを見落としてたから、まあ、ローソーもあるかなって、まあ、ないけど。パーソー切ってなくてもローソー切らないけど。うん、てか、振り手にならないんだよ、これ。いや、別に、リャンソー引いたとこで別に、ローソーのパーマンのシャボか、ね、一応フリテンウッパーソーか選択できるんで、まあ、ローマンしかなさすぎて、まあ、これもちょっとダメだな。話にならんものも、うん。ちょっともう、ちょっともう、もう、うん。だからこういうな、へんてこな台が出てくるからな。こうやって見てるとな。これもローマンしかない終わりだもんな。供託何点あんねん、これ。供託4600点。うん、そう、テンパった時に別に。いや、これは上がり率マジでもう、ほぼゼロだ、これ。うん、まあ、まあ、うん、ちょっとマジでなさすぎるからもう行きましょう。もう、ただのミスということで、次行こう。で、これはまあもう降りてくんだ。まあ確かにちょっとこうなっちゃったらまあ確かにもう降りてもいいかもね。うん、まあちょっと高宮さんがテンパイケアとかないけど、うん、まあまあまあ、ちょっともういいわ。手配がもうちょっともう、うん、リハンソー引いた。ってことは、ローソーパーマンでここでリーチしてんのか。ここでローソーパーマンでリーチしてんのかな。俺にしても早いけど、うん、早いけどちょっとなんかパーマンも来ちゃってるし、なんかもう。もう、いいわ。ローソーパーマンだけ、引かないでくれよ。ああそう、フリテンだったら積もうか。フリテンだったっていうのは、まあ、トイメンの打牌とかも変わってるし。流れたのは嬉しいな。供託がまだ取られなかった。うん、このリアンスをマジャン神怒ってるわ。笑える。まだ供託取りたい。何一。とりあえずもうガムシャリ行くだけ。ペイ切る。あ、ペイで、トーン切る。いいピン。うん。まいや、供託マジで。普通にまっすぐトン切ろ。うん。いや、自敗多すぎて別にもうこんな守備力あるし。やっぱいいピンすらもう話にならんな、マジでな。トンしかないで終わりだもんな。いや、マジでもうちょっと、さっきの、ローマ、パーマン切りからちょっともうおかしくなっちゃった。まあ、これはちょっともう誰が見てもないからもう終わり。3と1。まあまあな、まっすぐ何しかないかな。まあ、食い単になることあるけどね。ローピン出たらチーして食い単あるけど、まあ、とりあえずはまあ、一応 E マン引いたら1ちゃんってなるんで。3ピン。まあ、とりあえずはペイかな。まあ、E マンも安全度高いしね。トイメンだけだしな。まあ、トイメンも3万円し。うん、まあ、とりあえずはもうペイ切る。うん。じゃあ E マンかい。うん。あ、てかごめん。E マンここにあったわ。E マン引いたら1チャンって言うの E マンなかったわ。
ミニマンなしか。ごめん。ミニマン1枚あると思った。ミニマン1枚ある。ってことは、パーピン3統一系か。パーピンとかピンとか。チーマンチーもきついけど、全然、教託がありすぎて、もう、追いつけないとか関係ないですね、これね。下茶がもうテンパイかもしれないと思っても、もう、こっからチーマンチーして、イーマンペイ切りはマジでありますね。てか、しますね。うん。まあ、ひっついたらイーシャンテンだしね、チーマンチーしたってね。形苦しいけど。なんか一つ達できたらもうすぐイーシャンテンだから、泣きますね、チーマンね。んで、まあ、一応イーマンがあれば、イーシャンテンにはなってた。まあ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 。まあ一応俺はその手順な、辿ってんのかな。パーマン。パーマンもでも安全度高いしな。まあ、ちょっとひねらなくていいかな。まあ下茶のケアってことかも。何の後数万手だし、まあ確かにこれはあるのか。急走すら打ちたくない。下茶に絞り切って教託このままで、次行くか。まあ、確かに下茶には勝てんな。厄介ポンの人で教託がむしゃらに取りに行くだろうから、何の後の数万手出しは確かに勝てなさそうだ。急走切らずか。まあ、これはちょっとありだわ。イーマン持っててね、自分がイーシャンテンだったらもうとりあえずテンパったら何でもリーチはあるんだけど、ちょっとリャンシャンテンでなんか単野も見えてないから、ちょっとこれはあるわ。うん、これはある。うん。デモンダさん関してリーチして、あ、終わった。これはもう終わりだ。ペイは、いやいや、ペイもあるけど。うん。もちろんペイもあるけどね。あ、まあ一応イーシャンテンだと。まあイーシャンテン取らず。まあ9ピンも3枚切れだから。うん。まあ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 、いいと思います、これは。あ、本田さんがやばいの積もっていくやつか。はい、うん。確かに。ちょ、とりあえずでもやっぱ最初の手組みが E ピンとか、ほんと、やめてほしかったですね。はい。で、何に曲シャーチャドラチューン。今は2着。まあ、普通に行くだけか。神ちゃんにまくられる可能性もあるから、普通に行くだけ。普通に行くだけで、とりあえず本田さんの風か、ペイか。まあまあ、どっちもいいか。まあ、本田さんは、泣かれたくはないけど、まあ、ペイかトンか切る。ペイ切る。なんか。まあ、やっぱ普通にペイ切って、やっぱなんかさなってポンとか見た方がいいですね。そんな面前でめっちゃワクワクする手配じゃないからね、ドラもないし。まあ、それ2刺しになったらでかいけど。やっぱ普通に厄介がないで普通に厄介ポンして泣く、上がるっていうのをね。見た方がいいっすわ。お高で切ってくれ、普通にペイ切って。ペイ重なったわ。はい、初切る。おぉ、いいね、いいとこ引くね。まあまあ、リャンマンになるか。リーチ入った。で、ドラポン入った。まあ、リーチでドラポンだから、まあ、ベタ折りしていく。ここでテンパったらおもろいけど、そうかな。パーソー、まあ、パーピンか。パーピンか。パーピン。うん、ここで完全にベタ折り。はい。ああ、まあ一応あんのか、パーピンも。結構いいイーシャンテンになってんだ。まあ、神茶がここでパーピン来てロンって言われたら、まあ自己処理でもいいわな。ただまあ。完全にベタ折りもあるよな。下茶がリーチ。上茶も全津体制。こっから自分テンパっても3ピンスースは通ってない。そこで宝珠抽選受けちゃうから完全にベタ折り。トップ取りはどうなんだろうね。まあさっきと違って教託はないもんね。とりあえずはパーピン切っとく人は多そうっすね。うん。うん、それが多そうな気がする。M リーガーでも、とりあえずパーピン切る人多そうですね。それで、まあ、この後考える。ここでの神茶のテンパイ率。まあ、テンパイしてたとしてもパーピンがどんぐらいで当たるのって話だしね。
まあ、グケーパーピーはない、シャボもない、カンちゃんもまあ、そんなもんない。ヤンメのパーピンだけ。筋はめっちゃ残ってる。そもそも転配率がどんだけやねんって話だから、まあ、そう考えると、転配率がもう多分、5回に1回とか。そんでさらに無筋がこんだけってなると多分、無筋が、いやまあ100回に1回とは言わんけど、50回に1回とか。転配率高そうであるか。そうか。まあ、10回に1回は言い過ぎか。ドラポン、初から。で、ここで、ポンしてパーソーね。まあ、まあ一応、泣き読みするんだとしたら、まあ、ここで両面転配だとしたら、初とパーソーの基準逆だよね、とか、まあ、あるっちゃあるけどね。まあまあまあ、いいか。まあ、パーソー残しが、まあ、多発が足りてないから、パーソーから切らずに初から切ってるとか。まあ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 、まあ。まあ、10回に1回はないのかな。20% ぐらいなんですかね。カミちゃんのテンパイ率。5回に1回はテンパってるか。10回に1回は言い過ぎか。まあ、5回に1回テンパイだとして、パーピンが10回に1回当たるとして、まあ、それもそんなに当たるかわかんないけど。愚形待ちも全然ある川だもんね。まあ、やっぱ50回に1回とかなんかね。ここでパーピン来た瞬間にローンはね。まあ、そうなってくると50回に1回程度なら切るのありかなって見えるかな。多分そんなもんで合ってると思う。ここでパーピン来てローンは50回に1回ぐらいじゃない。ってなってるとまあ切る価値ありそう。でまあピンフのみでどうするかとかは難しいけど、少なくともね、神茶と下茶が全体制だから、まあアンパイは増えやすいから、まあ3ピンが筋とか現物になって普通に打ち出して、もう全通してやるぞとか、そういうわけじゃなくてね、何でもテンパイしたりするとか、そういうわけでもなくて、とりあえずはなんかパーピン来といて、まあなんか安全にテンパイ取れたらテンパイ取ってとかね、2差しついたらまあさすがにリーチ行くかみたいな、2差しの高め、2差しとかの、ね、高めマンガンとかなったらそれはリーチ行く。で、まあなんかピンフのみのテンパイとかしたら、嘘とか引いたら、まあちょっと考えようかな、ぐらいな感じで先延ばしにした方が良さそうですね。僕も100回に2回とかも、なんか多分そんなもんだと思います。ここでパーピン来てるんは。はい。なんか、それで良さそうっす。パーソーは2件の現物だしね。ローピンツも。こんな消極的な人。まあ、むずいっすね。普通に見てる人からしたら何も思わなそうだけどね。ドラポンも入ってるしね。でもなんかちょっとした違和感ですよね。これね。配布で見るとね。割といいシャンテンなんで。ただ、そもそもが下茶はもうテンパイしてリーチしてる。で、M リーグだとリーノミグ系とかも多分ない。チュン切ってるから。まあ最低でもまあ、リーチドライチグ系。で、神茶も全知してるって考えると、まあ結局自分がピンフのみになる可能性もあるし、まあ降りちゃってもそんな変わらんかなと思うんですけどね。言うほどめちゃくちゃ損とは思わんすよね。やっぱりそのさっき言ったみたいに、ここでパーピン来たとしても都合よく3ピン数層が通る範囲になってテンパイしてっていう、本当ノーリスクで上がるってことは少ないから。でもまあ何十回に1回とかそうなりますからね。まあ、3ピンが通る範囲になった後に3層嘘とか引いてノーリスクで3ピン切って、で普通に1000点でかわすとか、まあリーチしてもいいですけど、トップ取りだから全然リーチしてもいいんだけど、っていう、まあノーリスクで上がるってこともある。で別にパーピン切ってすぐ嘘引いちゃって、3ピンがなんかもう高宮さんがね3フローとかして切りたくないなと思ったら、そこで別にパーソー抜いたっていいし、っていう、まあ選択肢は先回りした方が良さそうに見えますよね。現状で言ったらね、そうなるんですよ。なんか浅はかな強者は。いやいや、言うたって3ピン数層どっちも通ってないし、別に、いやもうベタ折りにいいんじゃないとか言い出すやついそうだけど、なんかやっぱここでのパーピン保持率とか考えると、なんかとりあえずはパーピンにいいんじゃねっていう感じだな。やっぱ2件が全通はね、いやすぐ現物増えてくんで、本当に現物だけ切って上がるって結構あるんだよね、これはね。まああとはまあ一応このパーピン、そうですね。はい、じゃあそうしとこう。はい、あとはまあまあまあ一応ここでね、
ウッパーピンが刺さるとしたら、ここでパーピンが、ウッパーピンでロンだとしたら、ハツとパーソーの切り順逆じゃねえかなとかもね。まあまあ難しいよな。ローソー統一とかだったら別に逆にはならんけどな。ソーズ668だったら別にポンテンでダーパーソーで普通に当たるんだけど、まあ、それも限定されてるしね。まあまあまあそんな感じで。まあ、普通にウッパーソーのリャム、ウッパービンのリャムに当たるとしたら、ローソーがちゃんとの場合とかは当たるんだけど、まあ、それ以外だったらまあ一応、パーソーとの切り順逆かなとかなるしね。統一統一プラスウッパービンで、パーソーが全く関係なければ、まあパーソー先に打ってるかなとかね。まあまあまあ一応か、なんかパーピンからで打つそうって、ね。はい。で、まあこれはベタ打ちった。積もられた。はい、ラスマイ。なんちゃドラパーピン。現状は2着で、まあまあまあ。はい、ただ高宮さんに普通にまくられる点数なんでまっすぐ行きます。手配もそんな悪くない。はい、ペイ切る。はい、白髪チュン来てく。本田さん泣いた。シャキル。チュンからか。うん。まあまあ、これも、そんな何にもひねらなくてもいいですね。まあ確かに単品系とか見えてるけど、そんなひねらずにもう、ただシャキったらっていう。うん。チュン2回引く可能性あるんだね、別に。うん。そんな考えるとこじゃないっていう感じですね。普通にお高ず切っとけいいっていう。はい、ダブナン重なった。これは美味しいね。とりあえず3ピン切って、形まあ決まった。はい、リアンソー。うん、いいシャンテン。まあ、純粋なまっすぐな上がり手順でシャー切っといて何ポンしたらローソーパーソーとかもね、まあありますけど、どっちにしようかな。まあ今回はヘッドレスにしてもドラのパーピンの縦引きとかもめっちゃ嬉しいしね。まあ、チーソーでいいかな。まあ、チーソーって言ってもまあ、そんな全体的に危険度は高くないけど、まあ、まあ、チーソー切んじゃないですか。うん、なんか6失敗ちゃんってなった、シャーキル。ロッパス、うん、あ、テンパった。はい。オラス。まあまあまあ、普通に行くだけですね。はい。上茶にも下茶にもマンツモされたらまくられちゃうんで、まあ、とりあえず1万2000点差以上ね、上下とつけれたらまあ、守備的にも連帯確定できそうだけど、まあちょっとこれは普通にパンパンで行くしかない。はい、シャキル。まあ、細かいですけど、なんか本当にパンパンでいいと思います、これは。パンパン男が打った方がいいな、これは。これマジで守備いらんすね。まあ、急走ぐらいは今、いいっちゃいいかもしんないですけどね。別に急走、たかが急走だけど。なんか、もう本当にパンパンが良さそう。一応シャア先切ると、トイメンの風配先処理にもなってるし。嘘か。嘘も独特だなぁ。なんか数走とかね、引いたらなんかタンヤオとかで、とりあえずニックもでかいですからね。ニックでもね、ツモかチョクとかで、まあ、てかニックでかいですからね、これね。もうパンパンでも、もう何にも考え、ひねるとこじゃないですからね、こんなもん。ただトン切っとけばいいっていう。なんかやっぱ点数状況が、ウーソーから嬉しい入って、スーソー、ウーソー、ローソー3種もあるからね。4、5、6、ソーズ引いたら普通に嬉しいからな、ソーズ。まあ、川もね、弱くなっちゃうし。マジで考える、ひねる意味がないですからね、こんなところで。まあ、本田さんはちょっと守備型に行く可能性あるから、やっぱ上下の上がり率は普通に高いので。やっぱとりあえず単葉ドライチが上がりがめっちゃでかいからね。ひなつさんやばい。確かにひなつさんは確かに今日見た中では一番やばいですね。何に怖がってるんですかね。まあ確かにまあ、ドラが9ピンだから、そんなに単葉ドラさんとかにはなりづらいからね。まあリーチ手順になるけど、マンガンは。まあ、とはいえやっぱちょっと早すぎて、嘘が。これが5巡目、6巡目とかだったらまあ、
まあゼロメンツだしみたいなちょっと思うかもしれないけど、リーチ来た。リーチ結果オーライか。アンパイアって。まあ、まあ、これはまあ、ああ、そっかそっか。本田さん視点でいろいろ言ってたのか。嘘エコノミストは何切れそうですか？いいピンかな。うん。いいピンだと思う。普通に単野でがっつり。で、まあ、日向さん視点だとシャンテンスもきついし、まあ、基本ベタ折りで、まあ、再三が低打点であることを願うぐらいかな。はい。あ、もうすぐ終わりか。この後見たかったな。それこそチート化していくのかとかね。まあ、サクッと終わったか。まあ、ちょっと、もう本当に全力で上がりたい時とかね、強弱いっぱいある時とかは、もう守備とか考えずにもう上がり率マックスで、まあそれだけだな。日向さんもね、上がり率マックスって言った場合に嘘を切ることはないと思うんで、うん、高めつもハネマンだったんだよねこれね。30ミリ1ハネマン、リズモピンフイーペーコドラ、裏がローソーだったよね。リズモピンフイーペーコドラ裏ハネつも、まあマンつもでも、うん、別に変わんないけど、うん、まあ本当それだけですね。日向さんにね、もし言えることがあるとしたら、もう本当にパンパンに上がるしかない場面は普通にパンパンにやってくれっていう、だパンパンの時の方針の時だけちょっと肩トントンってして、それするだけでいいんじゃないですか。うん、この手配はパンパンに行きなさい、守備考えるべきじゃないって誰かが言ってあげたら、その瞬間にめっちゃ上手くなりそう。なんかパンパンで行くべき手配をなんか普通に狭めてるから、それだけかな。もうそれにつきますよね。自分がトップ目でね、ドラミ見てないからコンパクトにするとか、そういうのはあれど、なんか本当にパンパンに行くしかないぞっていうとこから嘘を切ったりさ、その前か。その前もなんか教託があった時だっけ。教託あった時だっけ。これか。いや、地味だけど、やっぱこの E ピンとかも気になりますよね。まさにね、もう本当にもう、もう、何にも考えずに、ただ上がり率だけ高める。もう、とりあえず、お高瀬のトーン切って。手配は厳しいけど、やっぱ薬杯ポンした時にターズできてたら嬉しかったりするしな。1、2、3逃してもいいだし。大井さんの影響もある。でも大井さんこれ狭めるのかな。まあちょっとあんまり大井さんが教託ざっくりやって、そこでまあ割と上がれそうというか、まあ丁寧に組み立てたら上がれるかもなみたいな手配のサンプルが俺の中にないから分かんないけど、どうなんすかね。大井さんが E ピン切んのかね。俺は切るイメージないな。自敗もたずにリーチ打ってグダグダ言われたのあった。ああ、俺があれだ、動画出したやつかな。チーマンポン受けてパーマ来たのね。まあまあ確かに。あれもなんか、教託ざっくりか、あれもまだ。大石さん切らんかね。俺もなんか切らん気がする。で、その見極めだけですね、本当に。これがだから、ちょっとでも、いや、守備見ていいよ、みたいな点数だったけど、とりあえずは普通っすよね。これもだから4巡目でこの手配言われたら、いや、こんなもんも上がれねえわ、つって。なんでもいいってなるけど、E1、E ピンで。ちょっと1巡目なんで、やっぱ、とりあえずやっぱり普通に見ないと、上がりがでかすぎて、だから守備で行く場面と、まあ、これもまあトップ目だからってとこなのか。いや、だったらもう、どんだけ悪い手配でも、どんだけ悪いというか、その、3巡だけ見るとか、そんでもいいっすね。3巡、4巡だけとりあえず見て、いや、それでもうなんか、クソツモが続いたらもういいわもん。とかでいいんちゃう。そんないきなりこんなとこからね。そうですね。あ、教託あるとき、大井さんパンパンになる。
ああ、まあまあいいっすね。たかが EP なんだけどね。たかが EP なんだけど、とりあえずはお高ですね。一メンツあるからね。普通にいつも良かったらいけるしね、これね。一見なんか、割るって思うけど、いや、薬杯重なるなり3品引くなりとか、別に2品でもまあいいし、とりあえずは普通に組み立てて、もう一メンツできちゃったらね、どうにでもなるしね。青井さん、いいピンは切らんだろうな。ウーソーは切るイメージ。ウーソーってどこだろうな。他の場面か。まあ、あとあれか。いいピン短期でね、もしローピンチーしてたら上がってたやつか。まあまあまあ。な、点数に直結してんのはあれが一番痛かったか。あれもまた教託ざく、ずっと教託ざっくりあったのか。まああれはまあゆっくり考えれるしね。リーチ入ってリーチ宣言牌泣くかどうかなんて別に M リーグだってゆっくり考えていいだろうし。あ、そんな時か。まあじゃあそんな感じでいいか。はい、じゃあひなつさん見てきました。お疲れ様です。はい。